検証は、はい、トマトと砂糖を混ぜると、はい、一度の味になるんですけど、はい、よくあるよな。そう、よくある、うん、それを実は、はい、アイリンめっちゃいいとこ思いついて。何？この2つを混ぜたら、うん、一度はね、なるんじゃないの。なるほど。トマトに砂糖はいちご味になるから、うん、トマトで飴をいちご飴っぽくしたらいちご飴になるかってことね。なるほど。なるほど、なるほど。検証しちゃうぞ。おー、なるほど。でもそれ面白いと思う。でもまずトマトがその砂糖をかけていちごになるかっていうのをやっぱりあの分かれへんから、まずそれをしたいと思います。はい、はい、切ってきました。で、砂糖かけんねんな。魔法の粉かけます。はい、結構かけるんやな。ピピのピー。はい、もうできた。こんな感じ。はい、こんな感じです。こんな感じで見える。なんだそれ。いざ実食。いただきます。めっちゃいちご。めっちゃいちご。じゃあいただきます。おいしい。いただきます。はい。笑ってんで。笑ってんで。笑ってます。はい。マジイチゴ。でも。やばい。ちょちょちょ、もうマジマジイチゴ、マジイチゴ。で、これを、はい、イチゴ飴、トマト飴。トマト飴にしたら、うん、絶対イチゴ飴の味になると思う。なるかもしれへん。検証しちゃうぞ。ツー。はい、じゃあやっていきたいと思います。はい、思います。イチゴ飴。まず材料はトマト、砂糖 180g、 水 50cc。 はい、まずトマトに割り箸刺したいと思います。はい、できました。うう、水入れます。はい、水入れます。混ぜたらいい。はい、混ぜる。はい、軽く混ぜてください。はい、火つけます。はい、火つけます。はい、おじ、はい、おー、透明になってきたらとろみにするよ。混ぜてたら水飴っぽくなっててるよ。おー、ごっついグツグツ言ってるで。わかるかな、伝わるかな。ほら、もうほとんど透明です。うん、わ、いい匂い。あ、あ、透明になりました。あ、なったなった。おー、ほんまあったら調子悪い。はい、できました。はい、あとは冷やします。はい、はい、じゃあ完成しました。はい、完成しました。見た目はね、はい、めっちゃ美味しそうやけど、はい、はい、じゃあ食べていきたいと思います。それではいざ実食。いただきます。どうぞ。アイリー、はい、最初はトマト手ときついやけど、うん、ちょっと3滴ぐらい噛んだらめっちゃ一度。ママいきます。中からトマトの汁がビューってくるからトマトやけど、うん、いただきます。これでもパリパリやったらいけたと思う。検証テスト、本当にイチゴ飴の味になる。味としてはなるよな。うん、で、あのこれちょっといちご飴みたいにパリパリになってなかったから、うん、パリパリやったらもうちょっといけるかもしれないです。でも味はいちご飴の味になる。チャ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 、リベンジ。なんかさっきのがちょっと塊、うん、塊弱かったし、うん、なんかふにゃっと動画としてどうなんっていう話や、うん、だからちょっともう一回やったら、うん、はい、わかる、やりたい。いただきます。いただきます。うん、うん、いちご飴。すごい、いちご飴。なんかパリパリ感とか。はい、どう。めっちゃいちご飴。はい、いちご飴。検証出た。本当にいちご飴の味になる。栄養満点いちご飴。いちご飴。カロリーゼロ。ゼロじゃない。ゼロじゃない。てたさ、うん、商品取れちゃうかも。美味しいな。うん、ほんまに。でもさ、誰も気持ち悪だって大変。でも一回美味しいからみんなやってみて。トマトと砂糖だったら絶対やってみて。ほんまやってみてほしい。うん、バイバーイ。